はい。でも、おろし金ってあまり使ったことがないので不安が残りますが。焼きそばができました。少し違いますね。でもおばさまみたいにリニアにはうまくできないですよ。生地だけを先に焼いてしまうのですね。美味しいです。高弘さん、リニアを連れてきてくださってありがとうございます。
シェフの方ってお好み焼きとかお作りになられないのですか？そうなんですか。あんなに難しい料理を作られるのに。良かっただけでもなく、悪かっただけでもなく、いいですね。すみません。でも、お好み焼きにも同じく感動してるからですよ。それでいいのでしょうか。はい。面白い方ですね。憧れちゃいますね。なんかいいじゃないですか。あんな年になっても仲良くできるなんて、憧れちゃいますよ。霧島でちゅ、お入りしてもよろしいでちゅか。これといって用事はないのでちゅが。所長の仕事の進み具合を見に来たんでちゅよ。どうしたんでちゅか、所長。怪しいでちゅね。待ちえんか。言うなら今のうちでちゅよ。今なら上場酌量の考えもありまちゅ。
後ろめたいことがなければ言えるはずでちゅよ。本当でちゅか。別になんでもないでちゅよ。そんなことより早く仕事を終わらせてください。では私はこれで失礼しまちゅ。また後ほどお伺いしまちゅので。それではまた後で。はい、ご苦労様でちゅ。いつもこのようならよろしいのでちゅが。では、私もこれで失礼しまちゅ。いえ、これと言ってないでちゅが。何か？はい？私とでちゅか？そういうわけでは。その私でいいんでちゅか。わかりました。少し待ってください。書類を置いてきまちゅ。だからなのでちゅか。
何もなかったのでちゅか。そんなことないでちゅよ。所長は少なくとも私たちのためによく働いてくれまちゅ。今まで働いてきたどんな上司より私は所長が好きでちゅ。よくわからないでちゅ。初めてでちゅ。所長がこんな話をしてくれたのは。いつも見るでちゅ。夢を見るでちゅ。遠くの丘で所長はいつも風に吹かれながら一人で立ってるでちゅ。私が届かない、ずっとずっと遠くの丘の上で力強く、そう、力強く、ただそこに立っているでちゅ。鋭く肌すら切り裂かれそうな風の中、ただって